皆さんこんにちは。来たる12月17日に厚生ウィンドオーケストラがクリスマスコンサートを開催いたします。それで私は編曲を担当しております大橋光一です。よろしくお願いいたします。この演奏会でジャズピアニストジェイコブ・コーラーさんと吹奏楽ので演奏するチャーリー・ブラウンクリスマスメドレーっていうのを編曲しております。今回だけの特別の編曲になっております。皆さんお楽しみにしてください。あとは皆さんご存知の戦場のメリークリスマス。あれピアノで始まりましたよね。坂本龍一さんので。で、1983年公開の映画の音楽で、私もリアルタイムでそれを見ていて、なんでああいうちょっと悲しい映画なのに最後、おしゃれな音楽がついてると思って、非常に感動しました。で、今回その曲をピアノと吹奏楽で演奏できるように書きました。そしてもう一つ、今回は劇団四季の歌手であった沼尾みゆきさんをお迎えいたしまして、で、コーラーさんと沼尾さんがソリストになりまして、で、厚生ウィンド伴奏で皆様ご存知の恋人たちのクリスマスをお届けいたします。これまでね、ありそうでもなかった厚生ウィンドのクリスマスコンサートで豪華なゲストもありますので、かなり盛りだくさんで楽しくなっております。皆さんぜひご来場いただくとありがたいです。私も会場にいますよ。